もうこれはもうパパパパパ行こう。ハヤシライスはいける方、ハヤシライスいけるよ俺。ハヤシライスの方が好きやで、むしろカレーより。うちのおかんが作るハヤシライスめちゃめちゃ好きやかな、ちなみに言うと。でもな、俺は許せへんのはな、オムライスをこう、オムライスを作れへん買った時だけ俺は許せへん。悪いけど、多分それはもう先に言うとくわ俺。だから俺がオムライスを食べたいな、今日俺オムライス食べたいなって言って、分かったじゃあ私作るねって言ってオムライス作るとするやんか。そのオムライスを作った時になんかもうオムライスじゃない何かが出てきた時、それはもう多分俺許せへんと思うで。だいたいうちのおかんはね、失敗しょんねん。うん、なんかだからちょっとさ、どこか心のどこかでベビーフェイスとかを目指してんねん、あいつ。なんかチキンライスの上に普通にそのなんてオムレツみたいなの乗っけよんねん。でオムレツみたいなの乗っけて、それを切ったらファーってこう半熟の卵がファーって広がるみたいなのを想像して作ってよんだから、まるで違うねん、まるでちゃうねん。卵焼き乗ってんねんって上に。ほんだな、そう、俺別にな、焼きサバ寿司とか食うてるんちゃうんやから、その結局調和やん、全部オムライスって。だから巻くんかな、巻くんかとろけさせんか、どっちかにしてほしいねん。それを中途半端なことに、じゃあチャーハンみたいになんねん。もうあれが俺いらんねん。だからそういうのだけはやめてほしい。もうそんなことをするんなら普通に巻きゃいいねん。巻けんねんから、あなたは巻く腕持ってんだから。それをね、なんかちょっとチャレンジしてみようねん、あいつ。で自分でも失敗やって言うねん。たんまにカレーとか作ったらもう食べる前に失敗したって言うからな、俺に。たんまにやで。もうカレー、私な、自分のカレー美味しいって思ったことないねんって言いながら俺カレー食わなあかんで、どう反応したらいいねん俺。美味しくないって言った方がええんか、いやうまいって言った方がええんか、どっちやねんって言うねん。出来上がった時に今日のおでんは失敗やわって言うねん。えぇ、って思う。実家、一人暮らしやけど、たまに食う時にね、言うねん。だから自分で作るのも、やっぱ自分で作った料理ってうまいやん。なんでうまく感じるやん。それ、その影響が母親には多分ないねん。向上心の塊やから多分、料理に関しては。だからもっとうまくなる、もっとうまくなるって。もうイースト菌からこだわり出すんちゃうかっていうぐらい、もうパンを。もうそれぐらいのレベルでもっとうまくなる、多分そういうもんやねんな。だから常にカレーは、未だにカレーは。私は自分のカレーだけは、美味しいって思ったことない。毎回言うねん、カレーだけは。でもな、ハヤシライスはめっちゃうまいねん。おかんのハヤシライスだけはもうほんま負けへんぐらいうまい、ね、めっちゃうまいねん。やろって言われたので、これはね、もう自他共に認めてんだから、あのハヤシライスは。あれ俺は売ってほしい。あれを売ったら売れると思う。多分うちのおかんのハヤシライス屋さんって言って売ったら多分毎食完売すると思う。多分100は完売するね、あれは。めちゃめちゃうまいから。じゃあマジ食ってほしいもん一回。うちのおかんなんて別に顔出したって何も損することなんかないんやからさ。だから普通に顔、もう俺関係ない、ワイワイのおかんのハヤシライス屋さんって言って、なんかコミックマーケットかなんかで売ったやねんな、思わへん。ほんでそれ買いに行ったってや。ほんでそのなんか老後のその2000万貯めるやつの足しにしたって。2000万もうちの、お前そのうちのおとん70何本まで働かへんかったら家のローン終わらへんねんで。マックス超えてんだぜ、うちのおとんの家のローン。でだからそういうところ、おかんが、うちのハヤシライス、うちの息子がいつも世話になってますって言いながら、ハヤシライスをこうやって売るから、それでちょっとこうで、2000万の足しにしたってくれ、2000万っていうか家のローンの足しに。もう全然もう無理やねんから、彼らは。まだローンあるよ、ずっと働いてるよ。まだ働かなあかん言うて。それはね、俺おすすめするよ。ワイワイさん、コロナウイルスはワイワイさんは大丈夫ですよ。ワイワイさんは、大丈夫です。仮に私が死んでも、みんなの心には寄生し続けるんで、僕。3日に1回は、寄生しに行くんで、僕、心に。仮に僕が死んでも。葬式に来てくださいで、僕の。僕の葬式に来て、オフ会ってことで。それは俺の人生もオフってことで、すべてのオフ会っていうことでオフ会してもらって、でおかんにしっかり3万円ですかかなんか進んでいただいて、住宅ローンに当てるんで、おかんがそれでね、組織するお金は組
葬式す何ぼかかるか分からないですよ。それはまあ僕が出すとしてもね、住宅ローンのお金は払い切れないんで僕には。それだけ、それがオフ会ってことで。ただあの食べ放題飲み放題なんではい、食べ放題飲み放題なんで、それだけはあので、おかんがあのご飯作るんで、メインディッシュは僕の好きなあのハヤシライスです。母親の作ったハヤシライスで、アラカルトで食べる方はあの鶏肉の煮込みみたいなのがあるんで、鶏肉の煮込みをあのぜひいただいてください。おすすめです。店長のおかんの面白エピソードか。おかんの面白エピソードはないなあ別に。ただ今日林ライス作ったから帰っておいでって言われてる最近。そんなんで帰らなあかんと思って俺ちょっと、ほんで一揉めはあったけど、別にそのだからといってこんなこんそんな別にはじめ社長ちゃうから、うちのお母さんってそんななんか急に突拍子もないことをせえへんし。わいわいママの林ライスやろ、食べたやろ。せやねんせやねん、あの林ライスは美味しいね。美味しい、うん、まあ、うん、美味しいねんで。あの林ライスはすごい美味しいなと思って家で作ってみてん。ああいう味を再現できひんかな。再現できてん。だからあかんねん、それは。それはお袋の味じゃないねん。別に、お家で作った林ライスで作れるやつやねん。あの、ルーで。大体何でも一緒やってことに俺は気づいてしもうてん。だから、特別感はないよね。うん。そんな別に普通に作っただけやから。あとやっぱ俺な、ちょっとなんかあの美味しいハンバーグみたいなやつあるやんのは美味しないわ俺。なんかちょっとこだわりましたのハンバーグは俺あのあかんわ。得意料理って何？得意料理、得意料理なんやろ。得意料理、得意ではないかな料理が。まあ食べる、得意料理ないな。卵焼きぐらいちゃう。でも言うても卵焼きがハヤシライスじゃないよ。そう、桃野さんハヤシライスとか言ってるけど、違う、ハヤシライスな。そう、前にも言ったけど、うちのおかんが作るハヤシライスって世界一うまいんやんか。ごめんな、そのあなたのお母さんが作るハヤシライスも世界一うまいで、あなたは思ってるかもしれんけど、実際のところうちのおかんが作るハヤシライスって世界一うまいんやんか。ほんでそのあんまりにもそのハヤシライスが美味しいから、いつも1杯2杯って食うねん絶対。その実家帰った時にやで、作ってもらったらやで。ほんででもこれを俺はおかんに作らしてばっかりやけど、おかんも作ん大変やから、俺が家で作れへんかなって考えたわけ。ほんでハヤシライスの元買ってきてな、おかんがどう作ってるか聞かんとな、おかんがどうたどり着いたかを聞かんと、一回ハヤシライスの元を買ってみてな。ほんで普通にハヤシライスの元の裏に書いてあるように作ってみてん。ほんなそれおかんの味やってん。でえって思ったわけ俺としては。あ、ハヤシライスってみんな美味しいんやって俺思てん。でほんだらもう今度はほんもうそっからはさらなる高みを目指すしかないねん。そおかんはなんかしてんねん、いろいろなんかしてんねんけど、なんかいろいろ入れたりしてんねんで。でそのおかんがいろいろ入れたりしている中の一つが、なんか野菜ジュースをあいつ入れんねんご飯に。だ例えばハンバーグ煮込むときにちょっと野菜ジュースを入れてみるみたいな、ね、だトマト缶みたいな感じで野菜ジュースを入れて、ちょっと甘みとかそういう他の部分の旨みとかも足していくねみたいな。だからちょっと濃い野菜ジュースを入れたりする料理な。あ、これはすごいなと思って、でそれを知ってたからハヤシライスにじゃあ野菜ジュースを入れようと思ったわけ最近ね。で最近それでハヤシライスを作ってみたら、ところやな、その野菜ジュースをどのタイミングで入れるかとかが分かんないね。ハヤシライスの作り方って基本的には水やね、水と牛肉と玉ねぎやね。で玉ねぎを切って牛肉を切って、でそれを焼いて、で水を入れてルーを入れたらできんねん、もうすぐに。だからカレーよりも楽やねん。カレーやったらもっと切らなあかんやん、じゃがいもとか。そんな一切いらんねん、もう普通に水を煮てルー入れたらしまいやねんやん。最悪肉と玉ねぎなかったらそれで食べれんねんやんか。でそこに野菜ジュースをどう加えるんやってなってん。で
じゃあこの水の部分に入れるんやろうっていうことで、でそれをちょっと調べてみてん、クックパッドかなんか、ほんで調べてみたらなんか出てきたんよ、一応野菜ジュースを作るハヤシライスの作り方で、それをこう参考に野菜ジュースを入れていって、肉になんか片栗粉つけて、でそれを焼いてみたいなことを全部して、途中までで気づいてんけど、どうやら途中までやったところ、これはルーを使わへんでハヤシライスを作るレシピやってん。とすると俺は今からルーを使わへんのかということになるやん。いやそれは違うやん。でもその時点でそれは違うね。で本来やったらこれになんとかルーを入れることはできひんのかと。でそうなってくると量が倍になる。なぜ本来カレー、本来ハヤシライスを作るとき 400cc の水を入れんねんな。これで1から2人前やねん。 400cc の水を入れるところを野菜ジュースでいってもうてんの、もうこっちは。ほんだらそこにハヤシライスのルー入れたらもうすごいことになってるやん。で肉片栗粉入ってるやん、もうドロドロやん。だから水で弱めなあかんやん。だから400入れなあかんやん、水。わかる？ 400 水入れてハヤシライスのルー入れて初めて野菜ジュースが 400ml 足されたってことだけになんねん。 800cc できるやん。できんねん。1個のハヤシライスのルーを全部使ったもの俺だから。それで採算が合わんから、そのまんまで俺の口には入らへんから、入れられへん、怖いから、濃すぎて多分やから。じゃあこの場合はもう倍作らなあかんねん、話として。で倍作ってん、でも美味しなかったな結局。ドロドロでもうはスプーンですくうて逆向けても落ちひんのちゃうかっていうぐらいドロドロで、3分の2はほかしたな。いっぱい食うのがギリやったな。全部半分に、じゃあ全部半分にっていうか、もう野菜ジュースが400入ってるから、もうなすごいねんって、ほんまにドロドロ具合が全然林じゃないねん。もうもう超えてしもてんねん、森。もうだってルーに入ってるドロドロが片栗粉でさらに増されてんねん。もうもう玉ねぎ、ほんで玉ねぎお前あれな、二つ言うなあかんねんか。だから、みんなになんか言うとこやったらあかん、絶対。800cc のハヤシライスを作るってこと。これ、や、じゃあタニヤンとこ食べれる？これタニヤン食べれるか？ 800、俺が作った 800cc の美味しくないハヤシライス、タニヤンが食べれるんやったらぜひ食べてほしい。あの失敗作を。美味しくないし、量多いし、もう最悪やで。マジで最悪。めっちゃ多いんやから、びっくりしたわ。俺が座ったらさ、なんかなんていうかな、パイプ椅子みたいなの、背もたれない丸のやつがあんねん。なんかニトリとかで800円で売ってるようなやつ、それを2つあって俺家に。でそれ1個俺が座るやんか。俺が座るためにそれをパンってパイプ椅子をその立てると、オセロがそこに絶対乗りよんねん、俺が座る前に。で俺はそれで座れへんから、ほんならかといって下ろすのもかわいそうやから、俺はもう一個あんねん。でそのもう一個でそのハヤシライスを食ってる時、いつもオセロはその上に乗って座ってんねんけど、その寂しさがたらなかったもんな。もう美味しくないハヤシライスを美味しくなさそうに食べてるご主人を見て、座ってるんやでオセロ。よく鍋に入って、うん、そりゃ想定外やけどな、こっちも。もう、だでも言うても、まあ1リットルの、だから 400cc の水と400で、玉ねぎいっぱい切って、入れて、多いかったけど、牛肉もほんで、なんか 200g とか言うてたけど、400g 入れなあかんし、もう最悪や。こんなにハヤシライスが食べたいだけやったのに。蓋開けたらもうハヤシライスさえろくに食えへんなんてしもうて、最悪。
やろう。全部バイヤーで、そうそう。いや、ハヤシライスは作らへんけど、そもそも。もう、二度と。大人になったので唐揚げなくても生きていけるようになったん。子供でも唐揚げなくても生きていけるで。俺昔から唐揚げそんな好きじゃなかったもん、そもそも。おかんが、唐揚げくん、唐揚げくんちゃんは唐揚げ作るたびにもう真っ黒になるから、もう。でも鶏肉は火通さなあかんねんが口癖やってんやん。ずっと。常に。で、かもう、いやでも鶏肉はあんた火通さなあかんねんって。いや、わかったろうけど、その、唐揚げをさ、もう真っ黒になるまで火通してな。その、毎回言うてるわけだから、俺は唐揚げ、そう、二度揚げやねんけど、真っ黒になるまで唐揚げ、揚げまく、揚げたくって、揚げたくって、もう、出てきて、美味しないって言ってるのに、どう、鶏と豚は、って言って。だからなんかその鍋とかでもさ、鶏肉なんかはもう最初に入れといて、ほんでもうこうずーっと白白なるまで待っとかなあかん。さあわかるで、それはわかんねん。でも鍋はまだな、衣もないからええねんけど、真っ黒真っ黒なっても接近怖いからな、どうしてもな。確かに火なかなか通りにくいよね、ハンバーグみたいな。ハンバーグも絶対日本で匂んねん。やっきょらへん、匂う。なんかな、でも、こんのが好きやったから、うちの母親は、料理は。だから、時間をかけて、時間をかけて、時間をかけて、その、作ってくれんねん。一個のやつ。もう、それは、あ、俺はでも一応あれやけどね。その、こういう風にネタでは言うけれども、その、毎回言うように、母親の味が一番うまいとそう思ってる人間の一人ですよ。で、その味を、じっくりじっくりやんねんけど、それがだから裏目に出る時っていうのがあんねんな。どうしてもな。そうそうそう、息子の、そうそうそう。だからなんか、効率、こだわって、こだわって、みたいなことやな。常に。ハンバーグは信用ならんからなんのか。わいわいわい。そやな、おかんも好きやし、お父も好きやな、俺はな。まあ、今となっては兄貴も好きやしな。で、家族は、そりゃもう年取りゃな、そりゃそう思うわな。おかんは好きや、お父は好きじゃないから、尊敬やな。ちょっと、向き合われはちゃうけどな。得意料理は、なんかさ、俺最近テレビ見ててさ、人生で、起点になった料理っていう番組をしててんやんか。で、起点になった料理ってみんなあげられる？美味しかった料理っていうことでもいいねん。別に。でも、できればそういうのじゃなくて、この料理に救われたとか、この料理、例えばさ、一郎で言ったらカレーなんかも知らんし、そういうのでいいねん。そういうなんかこう、わかるやろ？こう、自分の人生の中のページとして、それが美味しい美味しくないとは、さておきの思い出の料理みたいな。俺もな、考えに考えても、そんな俺の人生を変えた料理って、意外と難しない。外食そんなにするってわけでもないし、ただ絶対にあげなあかんと思うね。多分番組やったら。やろ？で、みんなも番組に出るとして何やろうなと思って。で、絶対に母親の味は1個出てくるやん。と思ってん。その中で。まあ 100% 母親の味は1個出てくるやん。母親の味って言ったら何やろうなって思って、俺が出てくんのは、多分ハヤシライスかな。うん。ハヤシライス。ああ、入試前日に食べた牛タンとかさ、そういうなんか言うんやったら俺、高校の時、塾に行った時に食べたおでんかな。そりゃ、もう、デイリー山崎の。デイリー山崎のおでんはもう忘れもせえへんな。俺はハヤシライス、そうそう、ハヤシライス。母親が作るハヤシライスがもうほんまに美味しいと思って。で、もうだから数年前やな、それが。ほんま美味しい。だから実家帰るたびにハヤシライスを作ってくれ。ハヤシライス、ハヤシライスかキムチ鍋を作ってくれ、言うて。ハヤシライスはほんまに美味しいって言って。いや、こんなもん、でもハヤシライスなんかどこ誰でも作れる。トマトのあれやってなって言って教えてくれんけど、作る気にもならへんやんか。でもな、母親がもう作れへんなってな、その料理を。で、あのハヤシライスってどうやって作んねやろなって。市販でな、売ってるハヤシライスを作ってみるわけ。
で自分の家でバーってその鍋でおかんの言ったことなんか覚えてないから、普通のハヤシライス作ってみたらおかんと全く同じ味だってで俺もう忘れもせえへんもん、忘れもせえ、あこれやと思って、あこれやったんや思って、泣けるやろマジで、こんなに美味しいんやと思って、そうそう一緒やって一緒やって、それ一緒やって、ほんまに簡単に作れてしもうたんや、だから俺忘れもせえへんと同じ味やったから、そうすぐでよかったね、だから逆にすぐに出会えて、そう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 、食品メーカーがそうそう買ってんだから、どれでも一緒や言って言ってたもん、かもうて別にどれでも一緒言って、トマト缶をなちょっと入れたりって言うて言うてたんやけど、そんなもう忘れたから、もうええわそのまま作ろう思って作ったら一緒やって味、まあ思ってまだ食べれるようになってよかった、